田秀次郎さんで。え、秋山幸太郎の身内で三上敬吾ってもんです。要件は分かってるはずだ。勝負してもらえますか。どうで待っとくんない。あっしにはご一等さんは。相手は俺一人だ。遠慮はいらない。抜かないかい。あっしは突然持ってきちゃいませんよ。三上さん、あっしはまだ見届けたいことが残ってるんですよ。それが終わったらいつでもお会いさせていただきますよ。カルシュ、神さん、どこへ行きなさるんで。え、東京へ帰ろうと思ってます。じゃあこの間の勝負は当分お預けになりそうですね。申し訳ねえが、そうさせてやっておくない。今度は抜いてもらいます。え、
三上さん、どちらへお出かけで。ちょっと用足しですよ。秀次郎さん、駅は向こうです。まだ用足しが残ってるんですよ。そいつは私任しておくんさい。一家の者が陰に日向にお世話になったそうで、礼を言わせてもらいます。三上さん、あんたはここへ残らなくちゃならないお人だ。もしあんたがいなくなったら、姉さんや榊組は一体どうなるんです。あっしを生かしてやっておくない。ここであんたを生かしたんじゃ榊組の面目が立ちません。気持ちだけはありがたく頂戴いたします。あっしはまだ幸太郎親分には本当の詫びは済ましちゃいねえんです。せめて顔向けのできる男にしてやっておくない。秀次郎さん。三上さん、大事な肌を炭で汚して白羽の下で積もり重ねた不幸の残念だったな。なに？くそ！くっ！山田、お父さんとこ逃げよう。
山田さん。